浮世色恋沙汰。なんだかわかる？これね、歌の中で浮世草子ってあるんだけど、浮世草子って何って思ったのよ私。浮世草子って言われて皆さん何か思い浮かべる？浮世草子って何？よ、分かってるで分かってなくない？浮世草子。あ、みんな逃げてる視線から。浮世草子っていうのはね、私調べた。戦国時代が終わって江戸時代、争いがなくなって平和な世の中、江戸時代の庶民の読み物、木版の発達とともに大流行で、浮世草子っていうのは主に上方関西だね、で流行ったんですよ。まあいろんな話があるんだけど、公職者、ちょっと公職っていうより好きな色ね、公職者、それから武家者、町人者。町人者はなんかお金儲けのノウハウ本とかだったらしいんだけど、まあいろんなカテゴリーがある中で、ここで歌で出てくるのはまあこの公職者だよね。で、公職者、公職一大男っていうのが井原西鶴って人が書いた本があってさ、で当時めちゃくちゃ売れて、浮世草子は上方のものなんだけど江戸でも大流行したの。江戸版っていうのがあって、でその話の内容、例えばさ、あの日本史とかで覚えたでしょ、井原西鶴公職一大男って。こう私テストとかでなんか覚えた気がするんだけど、その内容がすごかった。その一人の男が人生を通して、女人道を追求するって話なんだって。一生のうちに交わった女性3,700人以上、そして男性700人以上っていう、その顛末ずっと書いてある長編小説だってさ。すごいね、そんなの内容初めて知って私すごいびっくりしたんだけど。で、それが浮世草子真似たら無残、この意味が分かんなかったので調べたのよ。だからその自分の男に、あんたそんな宝飾一大男の主人公だと思っちゃってたら大間違いだよ、私が痛い目に遭わせるよ的なもんかな。この一言の解釈すごい大変でした。あの歌自体の意味はめっちゃ軽いから私わかんないと嫌だから調べたけど、歌うのは別に気軽に歌ってちょうだい。いきます、ちょっとスピード速いよ。めっちゃなまったよね今。スピード速いよ。隅田の花火は風流だね、だけどあんたは気やしない、浮気なその癖やめておくれ、正義ぶったら牙が飛ぶね、江戸時代のお話です。タイムトリップしてください。なんなら衣装もどうぞ着物で、町人の女の子でしょ、町人の武家の女の子じゃない、町人の女の子だね。デートしてんだけどさ、相手が来ない、あー来ない、またどっかで浮気してんじゃないのって。で遅れてきて、理由をなんかまともな理由を捏造して私に言うんだったら牙が飛ぶよって。牙ってマンモスか象か違うんです。これ牙っていうのはね、刃って書いて、牙っていう風に読ませるという風に歌詞ではなっております。まあだからまあ袋叩きにするよ的な意味でいいんじゃないかな、軽くね。私がただじゃ置かないようでいいと思うんですけど、まあそんな話です。ちょっと言い回し難しいところがあるかもしれませんね。で、今の歌い出しの隅田の花火は風流だねってとこと、浮気なその癖やめておくれっていうところは同じメロディーです。だから同じようなメロディーね、兄弟か双子でもいいねが、まあ2回歌ったらここまで終わりって思ってください。ちょっと1番が長い、ワンコーラス長い歌なんですけど、怖がらずにね歌ってくださいね。でこの辺はそうね、余裕があればちょっと色っぽく、姉子っぽくっていうのかな、可愛く、まあなんか棒読みだとつまんないじゃない。隅田の花火は風流だね、これだとちょっとつまんないので、ちょっとこう揉んであげられてから人前で歌うようにされるといいかもしれません。お芝居するってこと、花火見て、ああ風流だねってセリフみたいに歌えたらいいなって、だけどあんた気がしないってちょっと怒ってみようかなとか、ね、そういうことですね。お芝居ってね、そんな難しくないです。
その次のとこ行くね。でね、牙が飛ぶ234の1234って間がありますからね、せっかちさんね、フライングしないように気をつけて。でこの間があることによって、まあ、次の場面に変わるよっていう心の準備してあげてくださいね。女心を分かっちゃいない、可愛い花の甘い蜜ほど毒があるもんさ。はい、ということでだんだんなんか歌の頂上に行きそうな気配がしましたよね。女心を分かっちゃいない、うん、このあたり嘆いてますからね、下向いてあーみたいな感じでしょうかね。で、可愛い花の甘い蜜ほど毒があるもんさって、あるもんさってもう毒づいてますけど、まあ、このなんて言うんでしょうかね、女の子の表情の主人公のね、コロコロの移り変わりもなんかこの歌は面白いかなと思います。まあ、忙しいっちゃ忙しいんだけれども、で、可愛い花っていうのはどうなんだろうね、多分自分のこと言ってんじゃないのか、それとも浮気に走った浮気の相手の女の子とか、まあいろいろこれも後でゆっくり皆さん考えてくださいね。甘い蜜ほど毒があるもんさ、毒があるものよじゃなくてもんさですから、このなんか短歌というか異性の良さ、江戸っ子っていうの、うん、私は江戸っ子じゃないんだ、うん、かといって浜っ子でもないんだけど、まあそれはさておき、まあこの辺のさを勢いよく出して、さの後ろに隠れてるあの字をはっきりと、で長くできたらいいけども無理して長く言わなくてもいいです。まあこのあたりいろいろ個性があってもいいと思います。まあでもちょっと異性を良くするためにあるもんさ2341123で次行くんだけど、1234ぐらい伸ばせたらちょっとかっこいいかなっていうふうに思いますね。じゃあその次いくよ。問題のさっき冒頭で言ったとこ、浮世増し真似たら無残、色恋沙汰あんたどうする、1234って、またここでも、まあ、転換のためなのか1234の休みが入りますので、そういう意味では忙しい歌の流れの中で1234のお休みをね上手に使って、歌を運んでいくと少し余裕が出てくるかもしれませんね。あんたですからね、あなたじゃなくてあんたですから、ちょっとうんっていう感じでうなったりするのもいいかもしれませんし、ちょっと普段優しい性格の方は怒って歌うつもりでやるとちょうどいいかもしれません。よく私言うんですけどね、まだまだ優しいです、怒ってくださいっつって、怒るって普段あんまり人前でしないよね、うん、だからその人に歌を聴かせて歌う時にその怒りっていうね感情をまあ使って、それでまあパワーを借りてくるっていう感じかな。そうじゃないとただ闇雲にパワーつってもなかなかやっぱり心の底から声って出てきたりしないので、怒りのパワーを借りてみてください。ちょっと怒ってみてください、ね、でその後ちゃんとクールダウンしますから。お江戸の女は気が短い、あんた次第さ野暮な人、あはん、てか全然クールダウンしないで怒ってますけどね、気が短いって自分で言ってます。で最後のあはんよ、あはんはあはんでもいいしあはんでもいいし何でもいいんですけども、笑い取りたかったらなんか違う言葉をに変えていただいても構わないんですけども、まあここのあはんっていうのがため息なのか、それとも何でしょうね、戻ってきたら私と楽しいデートができるのにさって、こんないい女を、ね、見せておいてみたいな、なんかちょっとそういう女っぽさが渦巻いてるような、うーん、一言なのかなっていう気も私はちょっと想像してしまいましたけど、皆さんの解釈はどうかなと思います。だから意味はねそんなに明日もう生きていけないとかそういう歌じゃないんですけれども、だけれどもただのちくわ通過じゃなくって、やっぱり自分なりの解釈をストーリーを作って歌ってあげないと、うん、つまんない歌になっちゃうと思いますので、その辺はまあ私と皆さんとで一緒にコネコネしながらね、この歌完成させられたらいいかなというふうに思います。はい、それでは竹村梢さん、
浮世、色恋沙汰、全部漢字、全部漢字はいらないよね。ワンコーラス通してピアノでゼロキーで歌いましょう。隅田の花火は風流だね、だけどあんたは気やしない、浮気なその癖やめておくれ、正義ぶったら牙が飛ぶ、女心をわかっちゃいない、可愛い花の甘い蜜ほど毒があるもんさ、浮世草子まれたら無残、色恋沙汰あんたどうする、1,2,3,4、お江戸の女は気が短い、あんた次第さ野暮な人、あはん。はい、忙しい歌ですけど、すごい、ちょっと早すぎたかな、早かったよね。まあでもいいです、このぐらいの勢いがないと。位置についてよーい、ちゃ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 。ジョギングする方、これ聞きながら歌いながら走ってみたらどうかな、いいかもね、勝手なこと言ってますけど。それじゃあまたね、バイバーイ。